どんどんレベルが上がってく。素朴な魔除け、役に立たなそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで最後、真夜中の果たし状やっていきますか。クエスト、真夜中の果たし状。真夜中に桜本町第一小学校の近くの路地裏から決闘しろなんて恐ろしい声が聞こえてくるらしいんだ。声の主を探してみても見つからないとか。路地裏を調査して声の主を突き止めるぞ。何それ何それ誰なんやろ。決闘しろ。でも誰か人間に声かけよるってことよね。真夜中に響く声、これぞ怪奇案件って感じだ。とにかく現場に行ってみよう。行きましょう。人間に声かけよるけど、でも見えんってことやろ、人には。ちょ待ってよ。こっち行く方向合ってる？なになになに、どこ行くの？初見川端北の路地裏。あ、この辺ってこと？結構広いね。あー、そっちか。ちょっと待って。お、誰か人おる。決闘申し込まれよる、もしかして。はっ、誰と？聞いてよ、大変大変なんだ。どうしたの？さっきこの近くを歩いていたら決闘しろって声が聞こえたの。誰かいるのかなと思って様子を見に来たんだけど、誰もいないんだ。真夜中の発達症の噂と同じ。そして声の主が見つからないということは妖怪の仕業かも。近くをサーチしてみよう。どのあたりっすかね。ま、この壁とか怪しそうやけど。ん？何あれ？扉？あ、扉や、扉。扉が出てきたよ。不思議な扉を見つけた。なんだこれ？こんなところに扉が。この奥から聞こえてくるぞ。お、決闘しろ。あ、この奥から聞こえてきよるっぽいね。声はこの中から聞こえてくるみたいだ。でもこの扉ってどうやって開ければいいんだろう。ねえねえ、見える？うん、さっきそこでこの鍵を拾ったんだ。これで開くかもしれないよ。あ、見えとんや。サーチした後は見えるってことかな、人にも。試してみなよ。ほら、早く早く。めっちゃせかすやん。2階のアークを手に入れた。アーク？え？君がこの鍵を拾ったの？おお、ラッキー、ありがとうな。アークってさ、妖怪のメダルの代わりじゃなかったっけ？鍵な。これを使って扉が開く、試してみようぜ。楽しそうやね、少年。不思議な扉に入ってみよう。アークを使って扉を開けますか？はい。アークで開くんや。怪しげな音楽。ん？なんか同じ場所に出てきた気がするけど、別世界なんか。あ？何？この世界。空があんな色になるなんて。いつもの街に似ているようだけど、僕たち以外の人間の姿もない。なあ、アキノリ、ここは一体何なんだ？え、知らんやろ。え、知ってるの？これは多分、アークの扉だ。そのまんまやね。アークの扉。世の中のすべてのことには表と裏がある。社会、学校、政治、人間関係。そして俺たちが住むこの街にも、普段は見ることのできない裏の世界がある。パラレルワールド的な感じ？うん、それとは違うか。なんて言えばいいんやろ。わからん。それがこの場所、アークの扉の世界なんだ。と、この前はパパが言っていた。裏の世界。まあ、同じ場所やけど、違う世界ってこと。ここにいる妖怪たちはとても凶暴だ。目があったら俺たちを襲ってくると思う。あ、なるほど。これで、あれかな？妖怪たちが次々出てきたりとか仲間にできたりとかするってことか？違うんかな？いつも以上に気を引き締めていこう。わかった。いや、じゃないとさ、レベル上げとかどうやってやるんかなってめっちゃ思いよったよね。どうしたんだ、夏目。何か気になるものでもあったのか？仲間もいろいろ増やしたいしさ。いや、なんでもないよ。おいおい。しっかりしてくれよ。こっからが大事な時なんだから。アークの扉、いろんなところにあるのかな？ここだけ？妖怪探偵団、裏の世界を調査開始だ。おー。声の主を探そう。
声の主はすぐ近くにいるわけではないのね。てかあれやん、ナビワンが。この世界では、あ、ピンとこーん。この世界の妖怪はあれか、かわいいのか。かわいい系のやつなのか、この世界の。あ、あれや。誰？番長みたいな。やっぱ決闘だから。待って、ピントコーンが今近づいてきたよね。やっぱりこの世界では妖怪がいっぱい出てきて、多分仲間にもできるんやと思う。多分。バトルスタートー。急になんかすごい異世界な感じになったね。戦闘シーンになったら。周りの景色が一切なくなったよ。はい、回復。どれが何を回復しようやろ。この黄色いやつは？え？あの、この黄色いのは何が回復されるなんかよくわからん。なんかが溜まりようかな。あ、昏睡状態になった。昏睡ドール。昏睡ドールどれやっけ、こっちか。あ、違う、ロックオンした。待って。待って。これか昏睡。ちょっと待って。昏睡ドールってどうやったっけ。よくわからないまま終わっちまった。コツをつかまんといかんな。とりあえず、はい。決闘しろ。こいつだな。見つけたわよ。あなたが真夜中の果たし町の声の主ね。決闘しろ。決闘しろ。俺と決闘しろ。はい、決闘します。亡霊番長。こんなところかな、あの扉のところまで声が響き寄ったんか。どんだけだよ。他の妖怪たちの声とか一切聞こえんかったのにね。痛い。ちょ、素早くない？見た目の割にめっちゃ素早いやん。やめてや。風がよくって。誰が風系なんやろ。誰も風系じゃない。ひきこもりとかどう？あー、ジバニャン。待って、ミッチー。お、ミッチーシャドウサイドいいぞ。よーし、スイートール。はい、回復。じゃ、正面におるの危険やね。しかし、回復。今のはあれか、 YP の回復か。グレート化で全能力アップ。うーん、わからないことだらけだな。サボらないでバック。めっちゃサボるやん。ほら、これで妖怪ポイントをやった。なんか、YP が回復しよう。青いやつがそうするけどね。はい、オッケー。結構みんな弱くて助かるよ。すぐなくなるけんね、ワイキー。はい、吸い取って。これは体力か。なんか、黄緑色っぽいやつが体力ってことかな。さすらい玉どこ？さすらい玉。あ、あれや。よし。ふぅ。私最後さすらい玉破壊して終わったんやけど。全然敵関係ねえ。スライドもボーナスで 48？ 少なくね？元どんだけやねん。大丈夫？あ、かわいい！お前らやるじゃねえか。こんなに強い人間は初めてだぜ。妖怪がしぼんだ。しぼんだって言わんといてあげて。違う！俺を風船みたいに言うんじゃねえ。俺の名前は番長。亡霊番長のライトサイドの姿だ。ねえ。番長、どうしてあなたはこんなことをしているの？誰にも負けない最強の妖怪になるため、ここで戦いの修行を積んでいるのさ。こっちの世界には喧嘩っ早い妖怪が多いから、相手には困らないってわけだ。だから決闘しろ、なんて叫んでいたのか。じゃあ別に人間に呼びかけようってわけじゃないってこと？おいおい。その声人間の世界にまで漏れてるから。迷惑をかけてようだな、すまん。お詫びと言っちゃなんだが、お前らにはこれをやるよ。あ、仲間になる？何それ？アーク連動アプリを手に入れた。何それ。こんなところにまで来るくらいだ。お前らならそのアプリを使いこなせるだろう。こうやって使うやつ。
あなた妙にアークのことに詳しいようだけど、ようやく狙いが分かったわよ。何？ちょっと。そうやって人間にアークの存在を広めて、決闘相手を増やそうとしているんでしょう。言われてみれば確かに、狙いがあったのか。さては入り口にいた男の子も、お前が化けていたんだな。あんな姿で俺たちに鍵を渡してまで、この世界に連れてきやがって。そうなん？あなたのせいで、人間を裏の世界に引き込むなんて噂におひれがついているんだからね。違うんじゃない？はいはい。何の話だ？男の子なんて知らんぞ。え？ああ、やっぱ違うよね。俺は決闘をしろって叫んでただけだ。そこにお前らが勝手に入ってきたんだよ。でもおかしいな。お前らならともかく、普通の人間にアークの扉は見えないはずだが。なあ。お前ら一体誰に連れられてここに来たんだ？誰に？どういうこと？事件は解決したことらしい。そろそろ元の世界に戻ろうか。そうだね。夜も遅いし、早く戻ろうよ。おい番長、また悪さをしたら何でも懲らしめに行くからな。でもあの男の子は別に、扉は見えてなかったよね、最初。そのサーチした後は見えとったけど。前の課の果たし状をバッチリ解決。なんか何かしら謎が残ってある気がするけど。どんどんレベルが上がってく。素朴な魔除け、役に立たなそう。お、久々やね。人間どもが不動雷鳴拳を持っているとは、身の程知らずにも程がある。不動雷鳴拳？お前もそう思うだろう、洞穴。奴隷のこと。すべての妖精拳は、我ら鬼族のためにあるんだからな。はい。おっしゃる通りでございます。あの小僧はまだ、不動雷鳴拳の力を発揮しきれてはいないようでした。ああ、あれか。何やったか忘れたけど、トーマのことよね。奪い取るなら早い方がよい。まだ処分されないの？フクロウ。だが面倒なのは天野夏目。そして突然現れた父親の天野啓太だな。小僧一人を襲うぐらい耐えやすいが、奴らが妖怪を呼ぶとなると話は別だ。はあ。フクロウが早いところ始末してれば簡単に手に入っただろうな。私がもたもたしているばかりに申し訳ございません。天野夏目の父、この時代よりも過去から来た少年か。これはいつ？夏目の時代ってこと？今おるの。春夜様。ことと次第によればですが、しばらく待てば好機があるやもしれません。なんだと？それは本当か、洞穴。おっ。この洞穴にお任せください。お、こっちが動く？おい。行くぞ、フクロウ。お前テールでも何かの役には立つかもしれんからな。使い捨てられそう。大丈夫？ついていって大丈夫？おとりとかにさすらえるんやない。うん。これで前夜の怪奇案件は一通り解決できたね。バクさんのおかげで眠くはないんだけど、事件続きだったし、ちょっと休みたいかも。ま、気分的にね。もう朝になっちゃったし、今日はこの辺で解散ってことで。数日間おったけど、バクは大丈夫やったんかな。ん？携帯かーい。おぼうから電話だ。おらんこと普通に。もしかしてバクの身代わりがバレちゃった？やばい、まずい、どうしよう。まあ、おばあさんならわかるんじゃない？妖怪わかるんやろ？こういう時は素直に謝ろう。私たちも一緒に謝るから。サンキュー。俺、勇気出すよ。おばば！今すぐ帰るから許してくれ。いきなり。それどころじゃない？なになになに？何があったんだ？うん、とにかく急いで帰るから。か夏目の場合はあれよね。ケイタが、自分がバク使いよってんけんさ、もしかしてとかなりそうじゃない？普通に。何かあったの？みんな悪いけど一緒に俺んち来て。おばばから緊急事態だって。え？何急に？妖怪探偵団事務所に戻ろう。緊急事態って何があったのかな？やばいな。わかんないけど、とにかく急ごう。まあ、ということで、まあ、急がんといかんらしいけれども、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで何やろ、おばばが襲われたんかな。
いやでも大したことなさげな気がするけどな、なんとなく。